どうも、ガッポンライダーです。新しくバイクのチャンネルを開設しました。1回目の動画ということで、今回はこちら。アクションカメラを使わずにスマホで元ブログを始めてみた。はい、では、なんでスマホで元ブログなのかというのは、元ブログというのは結構憧れでもあるんですよね。じゃあ、いきなり元ブログをやろうということで、15万円もするアクションカメラ買うっていうのはなかなかハードルが高いんですよね。そこで自分の持ってるスマホで撮影ができたらもう素晴らしいじゃないですか。実際 Twitter でアンケートで聞いてみたんですよ。こちらの画像になるんですけど、Yes、No、例外。大体同じぐらいの数字なんで、じゃあやってみる価値あるな。ということで、スマホで元ブログを始めてみました。では最初、ヘルメットにスマホを取り付ける作業。その次に撮影映像に入っていきたいと思います。今回使うのは iPhone XR を使っていきます。では、どうぞ。では、GoPro を使わず、スマホで映像を撮るための取り付け準備にかかりたいと思います。では、スマホで撮影するための道具3つ使います。それ紹介していきます。そして、紹介が終わったら取り付けに入ります。マウントとスマホを止める。最後、変換アダプター使っていきます。取り付けていきたいと思います。まず、こういったアゴマウントに付属している台座があるので、ヘルメットの形に合ったものを使っていきます。今回、曲線タイプのやつです。よいしょ。ようやくいい感じになりました。もうめちゃめちゃ大変です。関節がやっぱりグネグネ曲がるので、その分どんな感じにもいいかなみたいな、分からなくなっちゃって、すごい時間かかってます。ではやっていきます。関節の部分が決まったので、あとは貼り付けていきたいと思います。はい、完成しました。こういう感じになりました。すごいここごつくなっちゃいました。取り付けた状態を見ていきましょう。ここにマウント、一番根元がついていて、で、グイッて曲げて、よいしょ、こんな感じになりました。では、取り付け終わりました。すごいここ動いちゃってるな。またちょっと固く締め直します。こういう形になってます。もう結構首が重いです。では、実際にスマホで撮った映像がこちらになります。どうぞ。はい、ここからはアフレコでやっていきます。風切り音が強かったので、ボリュームは今絞っています。今、山梨県の本栖湖にいます。ここからフルーツ公園に向かっていきます。画角は狭いんですけど、画質は結構綺麗ですね。次回以降は広角レンズとかスマホの角度を変えてやっていきたいと思います。撮影日12月なんですけど、凍結が本当にすごくて注意していきたいと思います。トンネルって結構怖いですよね。水溜まってる時結構反射してて見づらい時もあるんで、なんか滑りそうな感じあるじゃないですか。それが結構苦手です。トンネルを抜けると、そこはもう冬の凍結祭りが始まってます。映像も見てもらいたいので、少し黙ります。はい、給油も終わったので喋ります。ここからフルーツラインに入っていきます。ようやく晴れてきたので安心して登れますが、フルーツ公園は
雲がない時は富士山まで見えるので、登りながら景色を楽しめます。おっと、何か叫びましたね。きっと富士山が見えなくて悔しかったんでしょうね。はい、そんなこんなでフルーツ公園に着きました。では、はい、どうだったでしょうか。スマートフォンでもそこそこの映像は撮ることができました。バイクの楽しさや魅力を知ってもらうため、専門用語は使わないようにします。ですので、安心していろんな人が見ていただける形にします。今回動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。バイバイ。